インターネットレディオ Good Air ドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村。1、2、3、GO! こんにちは。2時間に1本動画更新でお届けしています。どうも中村ケンタロウです。さてこの時間は熊本弁講座ご紹介していきます。熊本県全体で使われているわけではないんだけれども、僕が生まれて育ってきた熊本で、今まで話してきた熊本弁を皆様にご紹介をして、そしてその熊本弁を日本の共通語にとそんな企画でございまして、熊本弁をね毎回ご紹介をさせてもらってるんですが、さて今日ご紹介する熊本弁はもう多分ね熊本の中では一番ポピュラーな熊本弁なんではなかろうかと、そう思う熊本弁ご紹介いたしましょう。今日の熊本弁はバッテンです。はい、聞いたことある人も結構いるんじゃないかなと思うんですが、今日ご紹介するのはバッテンという熊本弁でございます。まあ分かりやすく言うと英語の but でもってやつですね。これをね熊本弁で使うときにはバッテンになるわけでありまして、まあ新型コロナウイルスがねもう流行ってからもう本当に怖かバッテンがギャントにまくったからという、まあ、こんな使い方で使うのがこのバッテン。でこれはねもう正直、まあ、その熊本弁のみならず全ての共通語でですねお使いいただいてもいいんじゃないかなと思ってるんですね。とにかくだけどっていうときにはバッテンとね、いやー試合には負けてしまったねえ、もう頑張ったバッテンが、あ、もうバッテン使っちゃった試合には負けてしまったバッテンがこっからだ、こっから頑張らんばみたいな使い方をするのがこのバッテンという言葉でございます。まあねもうそのかなりね熊本弁の中では使いやすい熊本弁かと思いますね。まあ引っ越してきて熊本に来たなんていう方はこのバッテンさえ言えればもうバッチリです。もう熊本弁分かったもん同然とそのぐらいねよく使うもんで、熊本には昔はバッテン荒川さんっていう人がおってですね、まあその熊本メンバーまあ日本中に広めてくれたそんな第一人者でございます。もうご存知ない方が多いかなと思うんですけども、ググってくださいYouTube とかでもね多分あると思うんで、バッテン荒川さんっていう人がいたんですよ。まあとにかくですよね、あのバッテン、まあそのいろんな熊本弁があるバッテンが、まああのよかね、言葉としてぜひ覚えていただきたいこのバッテン、まあおそらく熊本弁でナンバーワンぐらい使う言葉ですから、熊本に遊びに来る際には復習としてこのバッテン覚えておいていただきたいと思います。ねえ、まあその熊本弁は喋りきらんっていう人もねいっぱいおるでしょう。まあ、バッテンが遊んでよかったですよ。もう次はね、もう無理して喋ったっちゃね、出会いしようもなかばって。バッテンがこう、熊本さん遊びに来るときはせめてね、このバッテンっていう言葉一言ぐらい覚えてもらってもよかったんじゃなかろうかなと。無理やりバッテンっていっぱい言おうとしたらもうわけわからんほどってきた。というわけで、今日の熊本弁講座ご紹介したのはバッテンでございました。ぜひよかったら皆さん使ってみてください。というわけで、2時間に1本動画更新、時々この熊本弁講座も入ってまいりますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。後席。さすがジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは、ゼウス、シャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすがジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすがジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで撮ってます。鹿児島の魅力や観光者をお伝えできればなと思っております。はいこれらがいっちゃう。いやー冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょおやらすぎでしょ。そらあああそらもドラえもんだよ。ドラえもん
何そのキャラ何そのキャラ Thank you for your listening. Good Air Dokkan. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますのでぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますからどうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air Dokkan. Your listening station is Good Air Dokkan. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.